どうも、空間系オルタナティブバンドアンブレラのゆいです。このラジオはアンブレラメンバーのそれぞれの個性を掘り下げていく番組です。早速ですが、今回のテーマは最近ハマっているゲーム。ゲームですよ。アンブレラの中では一番ゲーム好きだと思います、私。はい、最近はもうスマホゲームが主流になっちゃってね、携帯でちょっと休憩中とか待ち合わせ中とか車の移動中とか、時間あるとき携帯開けばゲームができちゃう時代なんで、みんなそっちばっかり行ってるでしょうね。うちもね、移動中、待ってる最中、もう常にゲームやったりするんですけど、最近のやったゲームやと、モンスターストライクですね。年始になるとね、毎回強いキャラクターをこう、新登場させるんです。新キャラですよね。それが正月限定でね、ガチャが引けるんです。限定なんですよ。なんでみんなそこで課金したりね、するんですけど、年末にかけてね、必死に貯めたオーブ、全部使いましてね、2つとも当てましたよ、新キャラを。ありがとうございます、もう。モンストの運営の皆さん、ありがとうございます。スマホで遊べるゲームとしてはすごく長く続いたゲームじゃないですかね、僕にとっては。協力プレイもできたり、バンドマン御用達のゲームじゃないですか。みんなやってますよ、鳥様とか。鳥様なんて去年の年越しライブの時に限定キャラ当ててウェイウェイってやってたんで、僕当たらなかったんで、ちょっとぶん殴ってやろうと思いましたね。そんなスマホゲームですね、楽しみの一つじゃないですかね、ガチャっていうのは。オーブ貯めてとか、そういうの貯めてガチャを引いて、わあ限定キャラ当たった、嬉しいみたいなのができるのがスマホゲームの楽しみという感じじゃなかろうかと思っております。なので今ハマっているスマホゲームの分野で言うと、新キャラが当たってウェイウェイになっているモンストでございます。はい、これはね、協力プレイもできるので、もしね、何かの機会があれば皆さんと協力プレイでもしようかなと企ててみようと思います。そんな機会があればね。はい、では次、据え置き機、テレビゲームです。プレイステーション4とか任天堂スイッチとか、ああやったテレビでできるゲームですね。最近だとポケモン出ましたね、剣盾ソードシールドです。あれをね、我慢できずに買ってずーっと車の移動中とかもやってます。もう据え置き機というか携帯ゲームみたいになってますけど、家でもやってるんですよ。なんか昔のポケモンがほとんどリストラされとって、こいつ誰やねんっていうのいっぱいおったんですけど、なかなか見れば見るほど味が出てくるキャラクターだなっていう、さすが任天堂。あれってみんなポケモン全部揃えたりするんですかね。あれ剣盾でまた別のキャラクターがいて、お互い交換しないと進化しないキャラクターがいたりと、2本持ってないと全部コンプリートできないのがちょっとね、大変やなぁとは思うんですけど、みんなどっち買ったんですかね、剣か盾か。僕は剣を買って、あとバッジ2つってところで今止まってます。バタバタしてたんで、もうそろそろまた続けようかなと思ってますけど、モンスターボール何個あっても足りないんですよね。弱らせて捕まえる、めっちゃ単純なことなんですけど、もうギリギリで絶対出てきてしまうんですよね。僕結構ライトユーザーなので、その個体差とかそういうのわからないんですけど、なかなか好きなこうモンスターを捕まえられなくて、今てんやわんやな状態ですね。レベルもね、どんどん敵が強くなってきてるので、頭を使わないと勝てないんですよね。これがね、ロールプレイングの楽しさでね、レベル上げて敵倒してストーリー進めていくっていうのが一番好きだなぁと思います。ロールプレイングっていうんですけど、ロープレイです。はい、ポケモンキャラクターもね、交換できちゃうんで、いつかね、ファンのこと交換させてもらえればなと思います。そういう機会があったらいいですね。はい、こちらもいつか何かしましょう、飽きなければ。はい、それではお別れの時間がやってきました。アンブレラに対する質問、
お悩み相談などがあれば、YouTube チャンネル、って言ってしまった。YouTube チャンネルコメント欄に、ぜひぜひお寄せください。それでは、アンブレラゆいでした。